言葉、うん、まあどんどん死んでるわけですよ、うんうん、己が狂言みたいになってて解説もあって解説して話を聞くっていうのはないですよね。この猛烈なその時代の変化にどうやってその上下が追いついていくかっていう、褒められるほど落語は食っていけない人になっちゃうんです。いい商売だっていい世間に思ってもらわなきゃ、うん、突撃。今度はあの落語界の未来をですねちょっと聞きたいなと思ってるんですけどね、どうですかね今の落語界どう思ってます？ね、すごく、まあ、落語界のことはね、うん、まあ、心配だって言っても僕の頭の範囲内なんですけど、うん、まあ、古典落語ってのありますね、はい、で骨格は数学で言うと、うん、まあ、定理っていうか公式で、うんうんうん、それでいくとね、例えば言葉がどんどん死んでるわけですよ、うんうん、はい、例えば四畳半長火鉢、うん、夜間ね、そうですね、あの紙入れ物、そうそうですね、お財布、それでもう分かんないこともいっぱい、うんうん、あるんですよ、うんうん、だからあの基本として落語、まあ、古典落語を覚えるのはいいんですけど、うんうん、どんどん新しい時代になってて、その速さがもう昔と相当違うんですよ、はい、すごいスピードで言うような IT なんてあってね、うん、でみんな何だか分かんない、うん、それに追いつくためにもう大変なわけで、うん、普段の生活でも、うん、あのなんかこういう買い物するのもお金じゃなくてね、うん、リンピアンで買えちゃうし、うん、そういう笑い話って作んなくちゃ作れないといけないんですけど、本人が分かんないから、そうですよね、でどん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 置いてかれちゃうんですね、うん、だから落語の世界がだから己が狂言みたいになってて解説があって解説して話を聞くっていうのはないですよね、うん、これね僕がね猫と金魚やったらあの金魚鉢が分からなかった今の若い子は水槽なんだ、だからそうやってやっぱり変えていかないとダメなんですね。で、へつい揺れたって、うん、へついが分かんないから、あ、何の話だかな、何だか、でそっから幽霊が出てきて博打やるんだけど、うん、何だか分からない。だからそういうところが言葉で何かこう新しさっていうか作っていかなくちゃいけないんだけど、この猛烈なその時代の変化にどうやってその和芸が追いついていくかっていうことなんですね、うん、だから僕なんかそういうことが、うん、もう最後に商売になる身分に、うん、だったんですけど、うん、これからは、うん、いや大変だと思います。だから僕、まあ、一緒に前座やったから思うんですけど、うん、まあ、小三治さんもね古典落語で、まあ、上手かったし名人だし、はい、すごいと思うんです、うん、でも小三治さんを思考してっちゃいけないと思うんですね、うん、っていうのはあの人はそういうまあ、風っていうかあの芸風を持ってたし声もそうだったし、うん、あの生き様もそうだったんだけど、ああいう姿勢だとそんなに、まあ、変な話、うん、食ってけない、はい、だから褒められるほど落語は食ってけない人になっちゃうんです。賞、うん、をね師でもらったりね、なんだかとっても偉い人なんだけど、うん、学校寄せでさえも呼ばれなくなっちゃうんですよ、うん、こんな偉い人呼べないからって言って、うんうんうん、だからそのなんていうのかな、ちょっと安直っていうか大人の すごい面白いおじさんぐらいで僕はいいんじゃないかと思うのね。突撃。だんだん落語が文化になってきてますよね。遠くなっちゃうの、うん、そうするとね本当に僕なんか戦災を受けてるから、うん、食えないっていうことの大変さをね食べられなくちゃいけないと思うの、うん、だから僕は反面教師として、うん、うち あの彦六師匠は、うんうん、落語家が貧乏で当たり前だって、うんうんうん、ずっとおっしゃってたけど、うん、僕はいつも腹の中でね、うん、いや師匠そうじゃないですよ、うん、貧しいと心も貧しくなっちゃうから、うんうん、お金はたくさんあった方がいいんじゃないですかっていつも思ってたもんね。本当に長屋に住んでたし、うんうんうん、
あの粗食だったしね、うん、あのまあそういう暮らしだったんだけど、うんうん、反面教師だったと思います、うちの師匠。なるほどね、うん、いやだから逆に僕はうちの師匠のとこに入ったら応接間にピアノがあったんですよ。落語家でピアノがあった、すげえな。だから僕全然反対なんですけど、あっやっぱりだから噺家は儲かるようにしなきゃダメなんだなと、そういうのもって、そういうの師匠は目の前で見せてくれたんですね、うんうん、でもね、米丸師匠はねすごく温かく僕のことを見ててくれてね、うんうん、あの私がダブル襲名やりましたでしょ、はいはいはい、で菊蔵菊王のダブル襲名、はいはい、で子供に菊蔵譲って、うん、私菊王になったんですよ、うんうんうん、そしたら、米丸師匠がね、うん、偉いね、二人いっぺんに売り出しちゃってやり方がうまいねって、ああそういう見方してくださるんだと思ってね、誰にも言われたことなかったから。うちの師匠はね、僕が弟子入りした時にね、お前には芸を教えないよ、売れることを教えるよって言われたから、やっぱり菊を菊蔵二人で売れるってこれが嬉しかったと思うんですよ。でもそんなことをさ、あの、うん、まあ、言ってくださった先輩はいないのよ、うん、おめでとうは言ってくださるけどね、うんうんうん、やっぱりあのちょっと画期的なことだし、うん、二人一遍っていう襲名はないし、うんうん、それをねパッと捉えてね、そっちにこう頭脳が行く師匠はね、すごいもう大好きな師匠になりましてね、うん、いや落語家はお金が儲からなきゃいけないよって思ったのはいつ頃からですか？僕が良かったと思うのはね、他の職業やってたことですよ。だから森永乳業に勤めて月給もらってたし、うん、それから漫画描いてて、うん、1万いくらとかってもらってたし、はい、それからまた1日150円からスタートしましたから、うん、他の世界知ってるんですよ、うん、だから高校卒業して入っちゃった人は、うん、まあ、無菌状態だから、うんうんうん、結構そのどういう生き方、まあ頭の転換が大変だったと思うんですけどね、うん、こんなはずじゃなかったっていう、うん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 、ああなるほどね。だからやっぱりそういうとこに入って、あ儲からなきゃっていうか、もうかなり悪い意味ではなくてね、うん、やっぱり生活力っていうか、うん、それは絶対落語家は貧乏じゃなくちゃっていうことじゃないと思うんです。そうですね、本当その辺のところ、やっぱり話は儲かるというようなところを、いい商売だって世間に思ってもらわなくちゃね、うん、いけないですよね、うん、これはね。突撃、まあ、期待する若手なんてね、いますか？やっぱりあの一之助さんのところ、うん、ご一門なんかは、まあ、うちの一門の系統なんですけど、うんうん、いい子がいると思ってますね。あと正尺さんのところも、まあ、うちの師匠の系統だと地味ですからね、こういう人たちが僕たちが見てて引っ張ってあげればと思うことですね、うんうん、しかしその彦六師匠のその地味なところからよくこんな派手なお弟子さんが育ったんですね、菊王師匠みたいな。でもね、今俯瞰してみるとね、うん、あの柳家とあの林家と比べると、うん、林家の孫弟子が一番広くて多いんですよね、うんうん、あ多いんですか、ね、50人以上いるんですよ、うんうん、だからまあ落語協会支えてるっていうかね、うんうんうん、それだから師匠が撒いた種はやっぱすごいと思ってるんですよ、はい、小朝君っていうのも出たし、ね、あそうだ小朝さん一門で、それからまあ、好楽さんは三遊亭行っちゃったんだけど、うん、親孝行ができたのはあの好楽さん商店でね、うん、好楽さんで僕が並んで出てると、うちの師匠が亡くなった師匠が「ばあさん見てみる、うちのが二人出てるよ」ってその師匠が言ってたんです。それはあのメンバーの中で大変なことですよ。それは気がつかなかった。そうでしたね、うんうん、親孝行したなと思ってます。あなるほど、ね、最高の親孝行ですよね。突撃、
いやー今日は思わぬところでもってね、木久扇師匠にいろんな、ね、質問をさせていただきましたけど、ぜひあの皆さんこの米助チャンネル見ていただきたいと思います。そしてぜひ登録していただきたいと思います。